のリに今日は試合前ゲーム前に話を聞いています。どうぞご覧ください。まずはですね、はい、プロ入り6年目、はい、初出場、はい、初スタメン、はい、いかがでしたか。やっぱ最初は、まあ、緊張したんですけど、もう途中からだいぶ慣れて、まあ、いつも通りにできたと思います、はい、監督からそのスタメン言われた時というのは気持ちいかがでした。いや最初はびっくりしたんですけど、まあ、でもやっと、まあ、一軍で、まあ、プレーできると思ったので、まあ、結果は出てなかったんですけど、はい、まあ、でも良かったですね。一軍のピッチャー対戦してみていかがでしたか。まあそうですね、まあ、僕の最初の試合で、まあ、ピッチャーも同級生の、まあ、ゆうちゃんだったんですけど、まあ、そんな球はそんなにその特に速いとかわけじゃないですけど、まあ、自分が打ち損じたの部分もあったので、そこはまあ悔しいですね、はい、一軍でのこのヤフードームの雰囲気いかがでしたか。まあ、やっぱすごかったですね、まあ、その二軍と全然違いますし、今日もしチャンスがあれば、まあ、とりあえず1本打ちたいですね、はい、今日出た時に吉川選手、はい、吉川投手印象というのは、まあ、今年はまっすぐ速いので、あとさっき監督も言われたんですけど、そのカットボールとかとチェンジアップですね、まあ、そうですね、まあ、同級生なので、まあ、打ったらいいですね、はい、やはり同級生というところで、はい、特に気持ちもありますよね。まあ、そうですね、はい、まあ、プライベートでもまあ、ご飯行ったり行ったこともあるんで、はい、まあ、そこは負けないように頑張りたいです。マリー・トゥーシェンにとりましては昨日今日と、まあ、ピッチャーが同級生対決という、ね、はい、試合が続くんですね。